はひろし系ユーチューバーの偉い店長です。えー、今日のひろしということで、えー、今日のひろしはですね、えー、道路交通法違反で、えー、警察署に連行されて取り調べを受けていたと、でそれが釈放されたということでね、えー、はい、まあ、どうでもいいですね、どうでもいいんだけど、まあ、ちょっとね、気になることがあったんで、えー、少しだけコメントをしたいと思います。ま,あ、まずね、罰金じゃなくて反則金な、反則金、罰金は刑法犯だから、まあ、その、まあ 非常にね、法律に詳しい広ロさんならではの間違いだなというふうに思うんだけれども反則金というのは行政罰であってねえこう、罰金だったらもうあの前科取り執行に取り消されてるから、ね、そういう問題じゃなくてその、まあ、それはまず一つねであとねそのなんか車の運転しないって言ってたじゃない君はねあよほどのことがない限り車の運転しないって言って荷物運ぶぐらいでね車の運転してるんだーっていうねえ、まあ、いつも通りまあなんか前言をすぐ撤回する男だなって思ったのがもう一つであとねそのなんか ここういうういいとがあるるから車の運転控えよよみたいなの言ってるんだよねつまりその何て言うんだろうまたこう捕まったら嫌だからこう車の運転やめようって言ってるんだけど君はねその90キロかなんかオーバーして捕まっているわけそれ危ないからやめた方がいいわけねでこの事故るからねその君が運転するとだからその厳しい罰が与えられているわけ だから捕まったら嫌だからではなくて事故からやめとこうというふうに思うのが普通なわけそこのところがねそのなんていうかずれてんなというかね、えー、つまりその執行よっていうのは反省してもやらないでくださいね,ねこ,これこうあなたこの場ゃ危ないですよっていう、まあ、警告の意味を込めてやっているわけだからでその簡単に車とか運転しないよって自分で言っているわけじゃない。何にもかかわらずその なんか気軽に運転して、選挙のポスターがなんかあるときも運転してたけど、まあ、いつも運転してたらろ要するにね、えーで、それで免許を受けたいというね、えー違反、違反を重ねてるという状況なわけで、運転不適合者なわけだよね、えー、もちろんね、1回、2回だったらね、GTC 不適合者があると思うけれども、運転不適合者がね、どんどん運転して危ないから、その高齢者みたいにね、免許返納するのが普通なわけよ、あんだけの,じあの大きな事件を起こしてたらね。 なのにもかかわらず、いや、ちょっと他にいないから、みたいな感じで荷物運ぶぐらいのね、大したことない。そんな配送サービス使えよっていう話でさ、えー、荷物運ぶぐらいのことで、毎回運転してるということがまあ明らかになって、で、まあ、お騒ぎしてね、えー、これから逮捕されます、みたいなテンションで言ってね、えー、逮捕もされないのにね、<laughs> ここ言ってさ、<laughs> もう本当にね、もう、しょうもないやつだなと思いますけどね、まあ、私もそのしょうもないことについて、ぶらぶらコメントできるのがなんかね、不思議だなと思いますけどね、えー、こう、な、その、 行った時もその本当に裁判官もね。なんかね。見る目ないなと思いましたよ。その反省してるからその執行用にするみたいなこと言ってたんだけど、反省してないのよ。ひろしは捕まっちゃって。こんな目に遭いたくないから。 こんな目に会いたくないですって言ってるわけなわけ。この裁判の時もね、よく聞いてほしいんだけど、あの、この前の裁判、えー、交通、泥交通法違反のね、裁判の時も、その、こういう思いをしたくないから車の運転気をつけようと思いましたみたいなね、こと言ってんだけど、危ないことしちゃったから危ないことにならないためにこうしようと思いましたじゃないわけよね。自分が嫌な思いしたから嫌だと。や、えー、めようと。そういう話なわけで、だその、喉の音すぎれば熱さをせるって言ってさ、本当に反省してないからさ、もう運転しまくってるわけよ。 その辺はもう本当にねなんていうか周りの人行ってあた方がいいと思うし周り、まあの人でいるかどうかわかんないけどさ、うんまあ、厳しくね、えー、世,世間の目というかね、えー、大きな事故につながって全然おかしくないからもう今回はさあのその人見てたらなんか一時失敗あったんですよとか言ってこんなことをやられると思いませんでしたね全然反省ないじゃんそれが反則金とか急円は痛かったですけどでって円とかじゃなくてさその 法令に違反して、こう、危険な声をしたんだっていう反省が全然ないからね。その辺が、まあやっぱり大きな事故とかね、まあ今後はやっぱり犯罪とかするんじゃねえかなっていうことをね、強く推認させる動画でした。はい、こんな感じです。お風呂は開,け開いたんでね、お風呂に入りたいと思います。バイ,バイ